ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、薄毛治療って実は安いという噂を聞いたんだけど、マジなの？マジよ。アルバイトしている大学生でも余裕で払える金額だわ。そんなに安いの？髪を生やすのって高額なイメージがあったんだけど、それは10年以上前に流行ったリーニョ21やアデランニョの影響ね。今は AGA 治療があるから、値段の問題はほぼ解決してるわ。しかもつい最近、またとんでもない値下げをした AGA クリニックがあるのよ。とんでもない値下げ？じゃあ今回はマジでお得な AGA 治療の最新情報をお届けするわ。よろしくお願いします。このチャンネルでは育毛に関する様々な知識を紹介していくぜ。薄毛予防や実際に髪を生やした話なども公開予定なので、期待して待っててね。もったいぶってもしょうがないから、早速今回のメイン情報を紹介するね。実は2024年4月1日から、DMM オンラインクリニックが価格改正を行ったの。その内容が凄まじかったため、競合他社が戦慄しているのよ。競合他社を戦慄させるほどの値下げとは？一番人気であるフィナステリドミノキシジルの値段が2933円。しかも初月だけじゃなくずっとよ。確かに安いけど、そんなにすごいことなのか？今まで安いと言われてきた価格は AGA スマクリの4980円。それを2000円以上も減額してるのよ。はっきり言って正気じゃないわ。さらに今までフィナステリドが最安値だったのは湘南美容外科の3000円。それが DMM オンラインクリニックだと2097円になるの。一気に値段を下げすぎじゃ。参考までに他の大手 AGA クリニックと比べてみるわ。例えば AGA スキンクリニックだとフィナステリドミノキシジルで15,400円。え？ 5 倍以上の差があるの？ AGA 治療は自由診療だから、値段はクリニックのいいねなのよ。AGA スキンクリニックの方がよく効くすごい薬だったりするの？いいえ、成分も品質も何も変わらないわ。基本的に AGA 治療は、医師が処方する薬ならどのメーカーを使っても効果は同じなのよ。じゃあ絶対に安い方がいいじゃん。そういうことよ。ただしここまで値段差がつくのにはちゃんと理由があるの。DMM オンラインクリニックは店舗を持たずにオンラインのみで診察をするわ。だからテナント代や人件費が大幅に削減できて、その分値段が安くできるの。都内の一等地に店舗があるクリニックも多いからね。でもオンライン診察だけでちゃんと判断できるの？薄毛治療のプロが見れば、オンラインでもほぼ確実に AGA の診察ができるわ。絶対に直接見てもらう必要性はほとんどないのよね。そうだったのか。それならオンラインの方が便利でいいね。DMM は男子ならご存知の通りプライバシー保護や匿名配送に長けてるから。家族彼女など同居人にバレることなく AGA 治療を始めることが可能よ。別事業ではお世話になってます。ちなみに私のリアルな友人は DMM オンラインクリニックに乗り換えて、年間6万円ほど浮いたと言ってたわ。6万円はすごいな。同じ薬を使うなら絶対にこっちの方がいいじゃん。そうなの。すでに AGA 治療をしている人は絶対に乗り換えた方がいいわ。もちろん今から AGA 治療を始める人も、DMM を選ぶのが一番お得よ。しかも今なら2ヶ月無料キャンペーンを開催しているの。2ヶ月無料キャンペーン？対象サイトから予約すると、最初の2ヶ月は AGA 治療代が無料になるのよ。概要欄に対象サイトを載せておいたので、少しでもお得に始めたい人は、2ヶ月無料キャンペーンは絶対に活用した方がいいわ。公式ページから直接予約すると割引が受けられないので注意してね。これは使わないと損だね。さすがに DMM を超えるほどお得なクリニックはないけど、最近は AGA 治療費が全体的に安くなってる傾向にあるわ。これからも最新のお得情報や薄毛改善の有益情報を発信していくので、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。